三脚いるかな。電車と雪の景色やね。そう思う。石川県でこの景色ないからね、電車と雪する。うん。こんにちは、トンベイです。今、富山大和で個展開催中です。今回90周年の記念の展示会ですね。はい、富山大和旭田泰吉先生の個展を企画させていただきました。北陸を代表する工芸作家ということで、今回徳田先生にお願いして作品を展示させていただいております。開店90周年ということで、先生の体験に基づいた作品がたくさんございまして、富山にもたくさんございますが、田園地帯、先生のお家工房の向かいにも、そういう田んぼがあって、そういったところからインスピレーションを受けたカラーリングの作品だったりとか、先生が、大変な思いをされたご病気の体験とか、そういったものの中から生まれた生命力を感じる作品ですとか、そういったものを作品を通してお伝えさせていただくことが、富山の人たちにとってすごく有意義なものになるんじゃないかなということで、それを一人でも多くの人にお伝えしたいと思って、6階ホールで企画させていただきました。マスク取った方がいいかな。取りましょうか、うん、ちょっと不注意がダメなの。いいよ、うん。皆さん、こんにちは。ニョンダイです。今日は富山大和からお送りします。富山大和90周年徳田泰吉作陶展。何展かな。ちょっとね、ちょっと見てくるね。何展？徳田泰吉展見てきました。ニョンダイ徳田泰吉展です。お客様いらっしゃってくださいました。ようこそ。こんにちは。どうしてここにいらっしゃってくださったんですか。たまたまね、今向こうにいる方、伊原さんというんだけど、あの方から急に電話あって、いや、泰吉さんの展示会やってるから行こうよって言ってた。で、私駐車場の雪かきする最中だったんだけど、伊原さんのために入ってる？入っとる、入っとる。伊原さんのためにこう除雪も途中でこれで来たわけですわ。伊原さんいらっしゃいました。はい、前でうちの仕事場にいらっしゃってくださったんですよね。そうですね。2年前。はい。これ映ってるわけ。戸田さんマスク取らない。マスク取ると前の職業なんか怪しい。怪しい。怪しい。デンジャラスな人やね。そうですね。私はね、初代目のね、泰吉さんのからの不安でして、初代目のあの瓢箪マグも好きですし、ね、お父さんの正彦さん、初代の先代の3代目ね、コレクションしておりますよ。ありがとうございます。はい、私は逆に、ダウン前の4代目に手紙書いたように、はい、手紙書いたの覚えてます？覚えたね。覚えてる。これでね、収集じゃなくて見るだけ、物を見るだけで、だからその芯が、例えば骨董でも本物と偽物の芯が分かるけど、そのものが、そのいくらの評価額がどれくらいかは分からんわね。さあなんでかって言ったら、物のその売買しないから。だからあくまで目の保養やからね。そんな感じかな。大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい、先日は錦鯉さんも来てくださったんです。そうです、そうです。あなたのおかげです。いえいえ、ありがとうございます。いや、偶然にもね。高松の錦鯉記念館というかな、はい、あそこへ行くと、初代と三代と四代目の虎の焼き物、はい、これで本来は触っちゃいけないかもしれなかったんだけど、裏、焼き物の裏を見て、一緒。
いわゆるその八時さんの筆の字をね、こう初代と三代と四代見たけど、やっぱり四代目のその八時はやっぱりその女性的な字やったね。いわゆる綺麗な字で、四代目の人の柄が現れてるような、そんなあの素敵なあの絵でしたね、あの書でしたね。以上です。はい、細かいところありがとうございました。とんでもございません。いかがでしたか。目の保養、いろんな方いらっしゃいますね。勉強になります。皆様お元気で。ではまた。なんで月出とんのに雪降っとるんやろ。あれ月だよね。あ、なくなった月。雲結構あるよ。そうかや、うん、あれか来るの。あ、歩いとすね。あ、転んだ。転んどる。あれ危ない、危ない。岩瀬浜、どこ行くんやろうか、わからへん。あ、ありがとう。ちゃんちゃん、ちゃんちゃん。